どうも、おしますおきです。どうも、ジャガモンド斎藤です。映画、ねずの晩、映画をいっぱい見る芸人、私たち二人が、えー、睡眠時間を犠牲にして、主に名作や旧作の映画について、今改めて見た感想を自分たちなりに述べる番組でございます。はいえー、スタンド FM 様のスタジオをお借りして収録しまして、えー、私大島しますおきの YouTube チャンネルや、えー、Spotify などの各社ポッドキャストでもお聞きいただけますと。と、はい、いうことで、えー、そんな我々が最初に選んだ作品は、うん、バトルロワイヤルということでございます。これ、チョイスはいくちゅんが そうでしたっけ、ねはい、大島くんがやってくれましたけど。ええ<ー>。はい、まあ、この名作をあさっていこうという企画を、やろうっていう話自体はもう何ヶ月も前から。してましたね。あったんだけど、一、はいはい、本目大事だよね、みたいな。うん。ことで悩みまして。初手、うん、がね、大事なんで。双方こう、いろんなアイディアをね、はい。夜な夜なラインで出し合いましたけども、うん、なかなか着地できず。うん しかも、返信がお互い遅いもんじゃそうなんですよ。<laughs> 朝の4時とかに、ね。返、ね、したりとかして。1>, うん、1日1通ずつですからね。そう。遠距離恋愛の、その <laughs> 昼、昼の仕事と夜勤の人の遠距離恋愛みたいな。はいはいはい、ずれちゃってんね。生活全然同じはずなんですけど、ね、同じはずなんだけど。で、まあ、黒沢の話,、はい、話してくださいよとかね。はい えー、キューブリックの話したいなとかもあったんですけど、やっぱ YouTube でこう最初に伸びる絵が見えないっていう。初手としてはね、うん、ちょっと渋すぎるんじゃないかと。そうなんですよね。はい、だから僕らの世代にも刺さりつつ、うん、YouTube 見てらっしゃる僕らより下の世代、今20代、うん、10代の人たちにもこう引っかかるフックがいっぱいある作品がいいなと思った結果、 バトルロワイヤル出てた人たち、今みんな主演やってるじゃんみたいな。そうだね。だから池袋ウエストヘッドパークみたいな。そう。あ、そうだそういう感覚あるよね。ね。2000年公開なんですね。もう2二十3年前とか。23年前なんだ。やばいですね。うわー、そっか。僕小2か。小学校2年生。はいはい。もちろん見られません。R15 してそうだよね。僕も小学校3とか4ぐらいなんだけど、 原作本がね、当時あって。そうですね。もともと小説ですからね。はい、で、これをさ、うん、学校に持ち込んだやつがいて、<laughs> それを、やっぱね、先生がね、敏感になんか取り上げるまで行きたくちょっと覚えてないんだけど。あまあ、厳重注意みたいな。そう、多分国会で騒がれてたからもあるんだろうね。そう,ねそうなんですよ。今思えば。そうなんですよ。だから、その、そういう、う触れちゃいけないものみたいな。うん、だから中には先生たちでも、はい 読んでた人もいたと思うんですよ。いるでしょうね。で、映画館行ってた人もいると思うんだけど、ま、その国会で話題になり、ニュースになり、親御さんたちの中では悪書ってなってるものを、の話にしてるらしいのはダメだということで、俺は面白いと思ってるんだけど募集みたいな。はいはい、そうそう、仕事だしみたいな。先生もいたかもしれないですよね。立場上やむを得ずみたいな、そういうのが渦巻いてたんじゃないかな、当時はね。うちの学校でもありましたよ。 あ、そう、あの、うん、この漫画版の、何年生だったかな、はい、小五ぐらいまで、全然もうこれ漫画は映画とほぼ同時に連載始まったんですけど、何十巻も出てたんだから結構遅かったと思うんですけど、に漫画を、その、小学校の、えー、ロッカーの、 一つのところに隠してるやつがいて、全巻あそこに行けばあるみたいな。他のクラスだったんですけど。<laughs> あの、絶対一人はいるんだよね。<laughs> 全部持ってるやつ。そう。うん、そう,いう問題になりましたね。うん、あやっぱそうだうねう。結構、その、エロいのとかグロいのとかも、そのまま描写されてるんだよね、漫画をね。ああ、なんかより、俺読んだことないけど、うん、映画よりちゃんとグロ、なんかしっかりグロそうだ。 イメージもあるそうですねまあ結構特殊な絵柄タッチなんであなるほど割ともうほんとヤングチャンピオンチャンピオン系というか秋田書店さん系というかこういうがそうだねゴリゴリっとした感じなんでそんなにこうリアルではないんですけどやっぱりこう女の人がこう過剰に性的に描かれてたりとかなんか内臓が飛び散ってみたいなところとかはやっぱこう。 都明で見ると結構ショッキングだったりするので、やっぱ学校の中に存在する漫画の中では一番悪いものだったと思いますね。そうだよね。多分ね。だろうね。小学生なんていう子たちに、やっぱ見せたらあかんってなるだろうね、当時はね。全然漫画としては別に成人規定でも何でもないんだけれども、成人漫画が置いてあるぐらいの騒ぎにやっぱなりますよね、それね。そなる。そういったことは全学校で起こってたんじゃないかなだろうね。思いますね。思うけどね。 で、R15 指定だったんで、はい、もちろん、えー、だから中学生も見れないのか、基本的に。そうだね。ね、高校生以上しか基本的には見られない。うん。けど、僕らも知識としてはもうとっくに知ってましたもんね。知ってたね。小学校の時に。なんかもう、その、今でもそうだけど、うん、やっぱたけしさんのモノマネでね、うん。といえばみたいな。そう。で、パロディーとしてみんなこう、結構、うん、活用するじゃない活用しますよね。バトルロワイヤルは。うん でも、ちゃんと作品を改めて見て、語るっていうのは意外と誰もやってないから <laughs>。そうなんですよね。なんでなんでしょうね。うなんだろうね。なんか、実は溝というかね。世界の名作映画ベスト1000とかベスト100とかに、うん、たまに入ったりするじゃないですか。なんか、深作金次は、仁義な戦いじゃなくて、バトルワーが入ったりするじゃないですか。はいはい、でも、そんなにこう、批評分析みたいなのは、されないのは、うん、なんでなんでしょうね。 そうね。だから今は僕らの若手のね、うん、批評というか語り部の人たちが、うん、あえてバトルをやろうって、やっぱ、ならない絶妙な、年代なんだろうなと思う。あと、あれもあるかもしれない。はい、その、国会での議論されちゃったことにより、はい。その議論って、やっぱ、本当死ぬほど的外れだったわけじゃないですか。はいはい,はいはいはい。なんか、その、語ることが、野暮っていうふうに、国会のせいでなっちゃった気もするんですよ。ああ、なるほどね。触れちゃうこと自体が。そうそういやいや、エンタメだろ。語らなくていいだろ。うん はい。大突っ込みで終わったというか、すげ面白いだろ。終わりみたいな感じにはなってる気はするんですけど、とはゆえ、何と言っても、深作金二監督の遺作ですからね。そうなんですよね。ね。これがだからやっぱり、まあいろいろこれから話していくと思いますけど、やっぱり異質で、バトルウェルの形っていうかさ、前はゲームで殺す、殺人ゲームみたいなで、今だと今の国のアリスみたいなことじゃない。 ハンガーゲームとかね。そうそうそう。もう結構世界中で今になってもこすられてるような題材の一個のジャンルを作ってるじゃん、このバトルロアやる。確かに。あの、ゲームでパクられてるみたいな。パクられてるっていそうそうそう。え、これバトルロワじゃんみたいな。うん、そうそうそう。ゲームもいっぱい出いまだにあるじゃいむしろ増えてきてるって言いますよね。そうだよね。で、それをやっぱ深作金次が撮ってるって、結構ね、変なことだなって思うんだよね。そうなんですよね。 だそこがやっぱそのまあ息子さんの健太さんが入ってとか、うん、その原作本があってとかいろんな化学反応があって、うん、やっぱ巨匠の深作が撮ってるっていうところにちょっといびつだなって改めて見て思ったんで、うん、そうですねそこは語り直す意味あるなともすごい思ってます、ね、いや本当にそうなんですよね、はい、で深作金次監督のこのバトルロワイヤルに当たってのまあインタビューみたいなのとかって割とまあ調べたら出てくるし、はい、なんか音声とかもあったりするんですけど割とそんなに なんか、筋が通ったことを言ってるわけではない。<laughs> で、今の時代聞くとちょっと思ってしまう部分はある。で、それは今だから言えることかもしれないんだけど、なんか、その映画っていうものは素晴らしいものだっていうことをとにかく知ってほしいみたいなことを言ったりとかもしてるし、あとはその子供たちが、えー、その大人たちが子供たちのことを分からなくなっているから怖がる。 みたいな、えー、こともまあ言ってはいるんですけどんかその2つってあんまりなんか両立しなくないっていうかんか深作監督の中にある別々の感情をぐしゃっと乗っけてっていうのが一から近くを作ると結構難かったかもしれないけど「うん、バトル・ロワイヤル」っていう,こう原作のいびつなまず異常な小説じゃないですかはい、はい、があって。 あ、ここにだったら、俺が持ってる感情を、4個ぐらい一気に、ドバッと乗せられるな、みたいな。ミックスピザにできるな、みたいな。うんうん、感覚があって、いい感じに映画化できたんじゃないかな、みたいな。いや、わかる。あの、その通りだなと思うとうか、うん、その、だから、ずっとさ、仁義なき戦いの呪縛が多分あって、はい、あの、もう70年で頭から大ヒットじゃない。うんうん、でも、深作金次といえば、あ、仁義だ、みたいな。はい、でそこから、あの、ずっと、その、撮ってなくて、うん、そういったものをね。うん、で、その、どっか、 もうその、要は平成とかになって、仁義なき戦いみたいなものを取らないんすかみたいなね。うん、ことをこうしつこく言われてたみたいなのよ。うんうん、なんだけど、そこでその、いやでも、要は、その戦後のさ、あの感じというか、戦後のあの体験と、自分のこうパッションが乗るものって、あの時代のリアルタイムだからやれてたみたいな。はい,はい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 。でもそれ一回やっちゃってるから、ね<え>ちょっとなーって思ってたところに、このバトロワの原作うん。しかもなんか読んでないんだよね、深作。あ、そうなんですか,なんか読んでないで、その帯に、 その中学生42人が殺し合うみたいな帯に書いてあって、それを深作健太さんがお父さんに持ってったら、その帯見て、これだみたいな風に思って着手しだしたと。そうなんですね。だからもう多分内容動向というよりも多分そのもう、プロットというか、バトロワの設定で、あの、そこでこう魂が乗ったというか、コピー一発みたいな。そう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 。だから深作監督自身がその、 まあ、まさに中学時代に体験した戦争体験、うん、で、バトロワもう中学生同士が殺し合うじゃない、うん、そこに自分とこう、つながるコネクト部分、ハブみたいなものがパチッとハマって、なるほどあ、これ乗れるぞつって撮ってるから、は,あはあ、はあ、ら多分ははははぐちゃぐちゃだと思うね。その気持ちはその、だと思います。はい。で、今映画見てみても、はい。 超面白いし、その、ま、リズミカルにこう、いろんな殺しと死が、テンポいいよね。テンポよく出てきて、で、一個一個に、ま、ドラマが当然あるんだろうなっていうのは思うし、ま、その学校の中で殺し合ってるから、まずね、クラスメートをクラスメートが殺すっていう構図が基本的にずっと続くので、すべての死が、ま、面白い。そうですね。謹慎ですけど、でもなんかその死が面白いっていうことはやはりこう、じゃ命って大切だよねっていう話になる、 30人分の詩がこう描かれていくわけじゃないですか。はいうん、でも、なんかそれを見ることによって、うん、こう楽しんでる、こうエンタメ性の部分っていうのと、うんうん、じゃあこの映画は何が言いたいのかみたいな、メッセージ性みたいなことで言うと、まあ明らかに矛盾してるよね。<laughs> その命を大切にしましょう戦争反対強くいきましょうみたいなことの表現としてはやっぱあまりにも路敵的だしそこまでしなくていいし結果生き過ぎた結果むしろ人生って意味ないんじゃないかってみたいなフェーズに入っちゃってもまあおかしくないですよね。でももやっぱりみんんな僕は本当に何見てあま面白くないなみたいな うつモードみたいなのになっちゃった時に、うん、バトロワを再生すると、はい、面白いってなるんですよね。はいはい、だどうしたってこう、生きていくしかない状況で、うん、エネルギッシュにこう生きているっていうのが、うん、その、抑圧しまくることによって、性がほとばしってるっていうこと。 で、言うと矛盾してない気もするし。はいはい。結果的にはね。そう。みたいなことを何回考えてもわかんない、ね。うんうん、<laughs> なるほど。まあ、だからその、えっと、映画の中にあるこの暴力性みたいなものと、うん、テーマみたいなものがね、うん、どう、これは、この、なんていうのかな、水と油なんじゃないというか。そう。水と油をこう、一気に入れて、別々に結局飲んでますよね、みたいな。なんで油飲んでんだっけみたいな。わ,わけわかんなくなる気持ちね。<laughs> そう。うん、だ、ああそうだよね。だからその、 なんていうのかな、深作監督の中にある、うん、まあその仁義なき戦い取った時の大人へのこう疑心みたいなものが、ま、もともとあって70年代、ねうん、で、その大人はね、そのもう戦時中と戦後でもう手のひら返して、うん、言ってること違えじゃないかみたいな。うん、ふざけんなって言って、その要は利用されて搾取される若者たちというか、要はチンピラ、はい、をやっぱり仁義なき戦い、ご無作通してやっ,ぱやってて。うん、でもその中にも、とはいえ、やっぱりその、 派手に殺す。派手に死ぬ。みたいなことに、はいはい、まあフェティッシュというか、うん、その、行けみたいなこと多分思ってると思うんだよね。うん、<laughs> だからそのバトルロイヤルは、その、人気なき戦いを撮ってた時とか、見てたお客さんは、あの、その、戦時中っていうところのもう地続きのところで生きてる観客が多いから、うん、やっぱそこに対してこう、リアルをそこに感じれる。 そうですね。うんうん、54年のゴジラみたいなもんだよね。で、記憶が蘇るみたいなこともあるし、ね。そう,そう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 。うん、で、今回のバトルロイヤルに関しては、ないじゃん。子供たちは。うん、もちろん戦争はない。うん、でその代わり、その青年犯罪みたいなものが、うん、要は普通に横行してて。行、うん、動もいっぱいされてる時代です、ねで。そう。で、そ、そこのなんか、リアルな子供たちとか、そこのこ、うん、日本人、今の日本人と暴力っていうものを結びつけれるものみたいなものが、うん 昔は戦争があったけど、うん、多分当時な、ない、ギリないんだよね。なるほど。で、それが多分その青少年の犯罪だったりとか。でもそれだけじゃ足りなくて、そこに多分原作がポンって入ってきて、42人が殺し合うっていうフィクション。なるほど。で、初めて繋がったみたいなところがあるのかなって気はしますけどね。なるほどね。うん。これが、えっと、2000年に映画が公開されていて、はい、うん。 で、なんでこんなに、その、おどろおどろしいというか、こう、戦争とか自衛隊とか、うん、まあ、一応自衛隊的なものが出てくるじゃないですか。すねはい、なんか、今見ると、うん、いや、別に、別にこれ、そんなに退屈な時代でもなかったというか、うん、その、それ以降、こう、アメリカが、こう、アフガン侵攻して、うんはいね、イラック侵攻して、はいうん、で、ずっとこう、戦争があるわけじゃないですか。はい、で、えっと、災害も、大きな災害とかも、はい あって自衛隊っていうものの影ってすごい濃いというか実は色濃くなってる僕の記憶だとすごい濃いからんか自衛隊がバスが走ってる時に柊也と先生だけ自衛隊がいることにっパッて窓の外見て気づくところがあるんですけどギョッとはするけどでもいやんかこの時代ってもう結構存在としてもうでに結構すごい議論されてるものだよなと思ってたんだけど。 でも、アメリカの911の同時多発テロが起こるのが2001年なんですよね。なるほど。まだだから、劇、公開された後だよね。そう。うん。だから、まだ、あんまりこう、軍事とかっていう感覚が、ちょうど弱まってるというか。そうだろうね、多分。かなーとかは思いました。まあ、だから、その当時俺ら小学生だから、リアルタイムの感じのか、肌感はわかんないけど。わかんないけど。今振り返ってみたら多分そうだと思う。その結局、ほら、バトルワイル2がさ、 割とその、ブッシュ批判みたいな。そうです。そうそうそう,そう。<laughs> ね。直接的にそっちに行くのは。そう、つながこ、つながっていくじゃないですか。やっぱ、バトルワーの1と2が2001年9月11日を、うん、またいでるからだと思います、ね。だ以前以降のね、うん、世界だよね。それは明確にそうだと思う。だからやっぱその、9.11あって、イラク戦争があってっていう中でテレビで、なんかもう、バンバン打ち合ってる 情景がさ、うん、俺らの中でちょっと当たり前じゃないけど、うん、あの、もう、そう。日常的になってきてたじゃないですかで。自衛隊が行く行かないみたいな話してたりとか、はいはい、日本人の人がそこで人質になって、うん、中には殺されてしまった人もいて、うん、なんか自己責任なんだっていう、こう、はいはい、話になってる時って、もう結構戦争を肌で感じてるというか。そうだね。 ギリ感じてないんですよね。ギリギリだよね、これ。そう。本当正規というか、そう。だから、ある意味、こう、予言的だっていうふうに言われるのも、そういうところだし。そうだね。だから、深作さんの、その、戦争の肌感みたいなものが通じない、ヒリヒリ感みたいなものが、なんで通じないんだろう、みたいな、フラストレーションが、めちゃくちゃ高まってたタイミングと言えますよね。そうだね。逆に言えば、それよりさらにこう、長生きされていた場合に、じゃあ、 どんなものを撮ったんだろうっていうのは気になりますよね。うそうだね。だから、バトルワー2の途中でもなくなられちゃってるから、うんうん、まあ、今になってわからんけども、うん、明らかに戦争映画に変わるじゃないし、あの、<は>まさにテロとの戦いっていう話になるじゃないですか。だ,ねうん、だからかなり直接的に、うんうん、2001年以降、思想はよりくっきりしたのではないかということから遡ってみると、バトルワー1のテーマっていうのは、 やっぱりその戦争であり、うんうん、戦争を知らないということが怖いのではないかという話、はい、それがだからそうだよねだ、うん、からそれをさ俺すごいなって思うのはね、はい、なんか、えっと、小説の原作が確か大東亜共和国みたいななんか日本じゃないんだよね確かにそう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 か架空の、まあ、マルチバースじゃないけどさ今の人間みなそうそうそうなんかこういう国 にこの先もしなってたらみたいな話、イフ、うん、の世界じゃない。大東亜共和国って書いてありますね。はい、そうですね。確かにね。うん、で、あのー、でも映画の方はさ、うん、まあはっきりとは言ってないけど基本的には日本というか。そうか。そう。そっかそこは結構違うっちゃ違うの。そうだそれ俺すごいな。 って思ってあ,<ー>あの、異国にしちゃえばもっと楽だったというか。そっか、異国にしたくなかったんだ。そうそうそう。異<う>じゃなくてこうだって言たら。そうそう,そうそうそう。<ー>日本ですっていう。まあもちろん、あの、はっきりとは分かんないよ。はっきりとは分かんないんだけど、まあ、制服の着てる感じとかさ、うん、持ってる武器とかさ、明らかに超近未来だとは思わないじゃない、うん。い思わせないようにしてますね、むしろね。そうだよね。ねだからそこがやっぱりすごいなって、その、今のに生きてる日本で起きてることですっていうのを、 フィクションとしてやってるじゃない、うん、一応。うん、だそこのなんかパワーは、やっぱり不可作力だな、みたいなそうですね気はすごいしちゃうね。そうですよね。うん、そこは自信あったんだろうなと思いますよね。だよね。よくやったなと思うけどね、うん。でもやっぱ見てて、なんだろうな、もう、うん、えっと、18歳ぐらいの時から、うん、今僕30歳ですけど、うんうん、まあ 年2回ぐらいは見てるかもしれないですね。だから24回ぐらいは見てるかもしれないですけど。やっぱ見るたびに、これ子供視点で見るか、大人視点で見るかで、全然意味が変わっちゃうし、<laughs> はいはい、どっちにしろあんまり意味通ってない部分もあるなって、やっぱたびたび思うんですよね。で、どうしてもやっぱ作ってるのは大人だから、<laughs> うん、やっぱり北野の目線じゃないですか。たけしさんが、えー、担任の先生をやってますけど。はい、元担任でなんか戻ってくる。元担任戻っうか。 の、やっぱ子供の怖いっていう感情が、うん、やっぱり大人目線で行くと、うん、子供たちより北野の気持ちの方が分かるじゃないですか。うん、今の年になってみると。うん、でも子供たちは強く生きているっていうことは、うん、その北野の目線とは別の地平にありますよね。うん、はいはい、そうだね。うん、だから、そう、子供たちは子供たちで、うん、こう、状況があれば強く生きるのであるみたいな。うん 生命力の言葉ばしりババとしてね。はい。っていう、まあさっき言及したようなポイントと、うんうん、子供たちが分からなくて怖いっていう話って、うんうん、なんか全然別の話ですよね。そうだよね。確かに、だから今言われて思ったけど、うん そこがやっぱりその深作金次と息子が組んでるすごい利点だなって思うんだよね。ケンタさんも一部制作プロデューサーで入ってますよね。そう,そうそうそう。うん、で、その企画持ってきたのもケンタさんだし、そか脚本を書かせたんだよね、確か。金次が。ケンタに。うん、やっぱりその、明らかに深作金次のフィルモグラフィーと明らかに違うなって思うのは、はい、男が悩いんだよね、バトルロワイヤルって。非常に悩いですね、うん。もう何も、藤原達也とかも、うわーって言ってるだけで、 やはりそう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 何もできてないっていうところがやっぱそうなんですよねそのキャラ個別の話じゃ後半でしましょうかそうだねそうだそこはでかいなと思うね確かにその北野も含めて男の人がやっぱりね川田と山本太郎さん山本太郎さん川田と桐山安藤政信さんの2人以外ねやっぱ主体性が全然ないんですよね あの脚本の構造上さ、粒立たせてるキャラクターじゃない、うん、しあ、あとやっぱいきなり、その前回の優勝者として、うん、女子がいると、はい、いきなりちょっとチートすぎるかな。そうだね <laughs>。っていう感じもある。なんか <laughs> はい、はい、魔術みたいに見えちゃうというか、うん、でやっぱそれ以外のキャラクターはやっぱ、やっぱね、活劇を牽引してるのは女子だし。そうなんだよね。 うん。最初もさ、その、バスガイドさんが、うん。バスマスクのね。あ、そう。ああ、言いますよ。はい。とか、あと、その、ビデオの姉さんとかでビデオも説明してくれるビデオのお姉さんも、やっぱ、女性がリードしてるんですよね。そうそう最初にリポートしてるのも、そうそう女性の。笑っております。笑っております。笑ってる少女も女子ですからね。そうそうそう。だから、序盤に出てくる強い人、4人連続ぐらいで女子なんですよね。そうだね。で、後半も、うん。 普通にバトル強いキャラクターは女子だし栗山千秋さんとか小士子さんとかねなんかそこはそうですよねその不健っていうか男性性の敗北みたいなそうなんかねテーマはめちゃくちゃありそうだよねなんかそれがまあマッチョイズムって言っていいのか分かんないけどもでもそうだと思う仁義の戦いの時にそれがあったことへのこう深作親子の中でのんていうのかな疑念じゃないけどアップデートっていうと言葉綺麗すぎるけどそうだね チンギが来たとか今やろうとしても、男そんな今強くないよな。ってなるよね。みたいな感覚が、その矛盾としてあったんだろうなというのはすごい思いますよね、うんうん。だから深作の中でめちゃくちゃ自覚的にはやってないはずなのよね。 なんていうのかなそれまでだってそんな映画撮ってないから。うん、でも、その、ケンタさんが入ったことでの、えー、藤原達也さんの役回りと、うん、女の子、あとさ、やっぱ東大の銃撃戦のとことかさ。あそこはひどいですよね。<laughs> ノリノリじゃない <laughs> <も> <laughs> あそこ人気味ありますよね。うん、そう、あるある。ね、で、やっぱりなんか、 神気のいろいろなハクあるけど、うん、いいとこってその死に際の派手さみたいな。そうですね。全然死なねえじゃんみたいな。うん、で、そこがやっぱバトロワにもあって、はい、でもそこをこう人気なき戦いの時にやってた、あの死ななさみたいな。うわぁた,たたたたうわぁみたいなところを、うん、じゃ誰がやってんの っ,なったらやっぱ女性キャラクターがそうですよね。やっぱ強く見えるっていう。その、役座、うん、的な見せ場をやってたのが、うん、じゃあ、あの女子会からの恐怖のシーンがうかいっていう。そう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 ,そう。逆にでもそれ以外で、役剤 <laughs> 映画的なところはあんまりないですよね。そうなんです。基本ゲリラですしね。ゲリラですね。いや、そうなんだよな。あ、それは面白いですね。うん、そう、だからそこがやっぱすごく、 深作の遺作なんだけど、深作らしからぬって言うとあれだけども。いや、でもね、らしくない。らしからぬ要素っていうのが、その息子世代から来てるんだっていうのは、非常にこう面白い視点だし、なんか、往年の深作ファンは、金次ファンは認めたくないところかもしれないなとは思うんですけど、でも明らかに、その仁義なき戦いとかの深作金次のいい部分だけじゃない、歪な矛盾さみたいなのが合わさって、結果的にすごいものが出来上がってるっていう。 ところで言うと、その親子っていうのは聞いてくると思うし、そのやっぱ女性の方が強くした方がいいっていうことも。その原作とマッチしたっていうことですよね。その男女が同数いるから、女性キャラクターも立たなければいけないっていうことですもんね。そうそうそう。驚愕だから、男女が同数いるっていうのが、まず構造的に面白いっていう。 で、その人気なき戦いだったら、まずそれが、あの時代だったら多分それが難しいと思う、ね、まあそもそもね。その男性キャストが何人かいて、うん、女性キャストは一人みたいなバランス感覚みたいなのが、うん、あの時代には多分、相当青春ものみたいな感じじゃない限り多分。うん、そうだね、うん。まあもうその闇市から成り上がったヤクザの話だから、人気がね。うん、そもそも女性が出てきても、やっぱりなん っていうか、まあもう脇だし。戦えないでしょうっていう。そう,そう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 。だからやっぱどうしても妻とか愛人とか子供っていう役回りになるけど、クラスだから。そう。配当に。<laughs> 同数いるから。そう。中には強い人もいるよ、ねうん。いるよねっていう。っていうのがやっぱり、あ、出会ってよかったですね。やっぱ深澤健太さんの功績はそ。そう、でかいと思います。とんでもなく大きいですね。うん。だからどうしてもこう、バトロワーア2を最終的に取ったのが健太さんだったりとか、うん、そこからまあ正直、評判的にもあんまりね、 よくなかったりとかが。2>, 2、ーは2で非常に難解なんですよね。そうそうそう,そう。まあ難解なんですよね。あるから、どうしてもこうなんかね、うん、功績が、あの、近似の方ばっかり行くんだけど、うん、いやでも、確実に深作健太さんがいたからできたことっていうのは、バトルは1位そうですよ、うん、数えきれないなっていう感じは。いや、面白いですね。しますね。うん、だからやっぱその見たときに、その、うん、やっぱりこれだけ、こう僕らの世代がずっと見ちゃう。 はい、僕らだけかもしんないけど。<laughs> いるんじゃないですか信じていこうよ、それは。でもやっぱり結構芸人の友達とか、うん、あと女子とか、女子カルチャーが好きなちゃん、うん、女子とかに話しても、うん、やっぱみんな見てますよね。うんうん みんな見て「いやあれの安藤政宗かっこいいよね」とか「あれの柴咲子やばいよね」みたいな話って楽屋とか飲み会とかで基本通じますよね。出るよね。それはそういうところがあるなと思ってて一回見ただけでスカッとしたりわかりやすかったり泣いたみたいなので終わりだったら多分そうはなってないだね。うんでいいのみたいな気持ちをドスンと抱えてるんですよね多分ね。 に対するアプローチっていいうのが、うん、いや戦争嫌い戦争怖いっていう話だったと思ってたんだけど、うん、戦争したいのみたいな、うん、戦争好きなんじゃないの結局みたいな矛盾感とかもすごいあるじゃないですか。であとはその男対女とか、はい、えと子供目線と親世代からの子供への教育目線とか、うん、そういうこう矛盾パラメーターが何個も入っていて一個のストーリーとしてガチャンって、はい、無理やり。 固定されているみたいな複雑さが魅力なんだなと僕はすごくそうだね。思った。おっしゃる通りだと思います。うん、だからその映画って、あのー、やっぱ全部が全部さ、こう生きなきゃいけないって示す、うん、誘導するっていうだけじゃないじゃん。うん、まあ映画っていうかもう表現っていうかね、はい、自体が。やっぱ、こうなったら嫌だなって思うことも、うん。<laughs> それしかないっすもんね。うん、やっぱ、それがやっぱり、うん、映画の幅広い意味でのね。 良さだし。うん、で、やっぱり、こうなったら嫌だなの極致だしさ、あんなのね。うん、もう嫌なことしか起きないわけだし。うん、だからやっぱ、全部、全部裏目に出るっていう、ね。そう,そうそうそう。だからこれが、うん、なん、だからね、やっぱその、こう正しく生きなさいみたいな映画もあるんだけど、うん、やっぱそれ、人生を導いてくれるものだけが表現ではないから、うん そう考えると、逆になんていうのかなやっぱその日常で発散できない、こう、暴力とか欲みたいなものを、やっぱ映像とか表現通して発散するみたいなものも、大きな役割になってるはずだから。そうですよね。うん、バトロはもうまさにそういうことなんだろうなっていう気はするよね。代償、代償効果というか、ありますよね。そうだと思います。はい。で、あとあれだ、最後これだけ言わせてください。あの、戦争の話というか、その戦争体験っていうのがベースにあるってのは、やっぱりこう、いろんな取材とかで言ってるから、まあ間違いないとは思うんですけど、でも もそのじゃ仁義なき戦いの頃の世代が体験していたことになってる戦争っていうのは、うん、みんなが駆り立てられて一方向に向かっていく戦争だったわけですよね。ババトトルルはは違いますよねねね個人戦じゃんそうだ、ね、確かに、ね、っていうのが全然その戦争体験をじゃあ今の子たちがしたらっていう意図としては、うん、さらにもう一ねじれしてるからな、はい、なるほどなるほほどどそこもすごい時代を結果的には象徴してるなと思って。そうだね その一個の仮想的に向かって一致団結みたいなことができた時代。うん、そして戦後復興の時代とか、うん、高度経済成長。とりあえず働けば、うん、とりあえず自分も家族も国もみんな豊かになるっていう、一個の利害が、一個の矢印を作っててみんなで一致してた時代、はい、で、まあもちろんこう、大きな矢印に押し潰されてしまう個々っていうのがあり、はい、それがまた辛さではあるとは思うんだけど、え、そっか、一人ワンチームか、みたいな。<laughs> それってこのこの本当にもう小泉政権になってからの新自由主義路線という一人一人がもう自己責任でやってくださいっていう時代になって国はもう栄えないので一人一人が無理なんでとやってくださいってなってヒルズ族とかが出てきてそれをみんなが約っでえ地に落としてとかいろいろあってでネットカフェ難民とかっていうキーワードが流行語になっちゃったりとか。 して格差社会っていうのは当たり前だよねみたいな風になっていくのって個人戦の世界じゃないですかだから見られてるんだろうなっていうか今の我々の肌感覚にむしろ合うっていう一方向に向かっていかずに個人戦であることは僕らはもう織り込み済みというかもう個人戦なんだよ頑張んなきゃダメだよって言われてきた世代じゃないですか国のため会社のために働けって言われなかった世代だからこの世代 が、特に他の世代よりこの作品を愛しているのはそういうところもある。そうとっていう意味でもめちゃくちゃ直撃世代だと思、ね、うん。そうだよね。うん、だからその、単なる中学生だったのに、うん、ひょんなことから、殺し合いをしなきゃいけなくなる。要は人を殺めなきゃいけなくなるっていう、うん、その現実だったものが急にな、同じ現実のはずなのに急にこう、プツンとね、うんうん、バトロワで言えばトンネルに入ってったところで、うんはい、急に眠っちゃって。急なんだよな <laughs> ガスマスクのバス姉さん出てきて、うん、っていうその、 ついさっきまでワイワイやってたのに、はい、急にもう誰かを殺さなきゃいけない<う>、えー、瞬間になるっていう部分に関しては多分当時と変わんないはずなわけよ。普通にこう学生生活やってたのに、はい、竹槍持ったりとかね、はいえー、で銃の解体だとか整備だとかをさせられる学生っていうの,のところは多分、はい、深作の当時のリアルタイムの戦争体験と近いんだけど、うんうん あの、そう見ればそうなんだけど、うん、その、いくちゃんが今言ってた通り、来たのがさ、うん、役名ね。来,うん、来たのがさ、あの、最初の説明するときに、やっぱ人生はゲームですって言い切るじゃないはいはい,はいはいはい。やっぱあれがやっぱ決定的だなというか。なるほど。なるほど、生き残んなきゃ意味ないんだみたいな。うん、誰かをもう殺してでも、何をやってでも自分が生き残ることがゲームだし、うん、それが人生です。うん、だから、人生は戦争ですと言ってないというか。うん ゲームなんだよ、みたいな。ところが、やっぱ決定的にそこの、さっきいくちゃんが指摘してたところの違いというか。そうですね。な気はしますね。集団戦、対アメリカ、みたいなことではなくて。じゃて。個人同士のゲームなんですっていうのが。そう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 。まあ僕は就職、就活しなかったですけど、大学時代に、みんなでこう、飲み会とかばっか毎日やってたのに、ある日突然、スーツで学校来るみたいな。わかるよ。俺も。何そる何するみたいな。肝みたいなね。説明会ってないよ、みたいな。わかるわかる。 おぼ訪問って何みたいな。で、授業をみんな普段まともに受けてないくせにさ、そう。その就活の説明の時で一番前から並んでなんかみんなこう、そうそうそう。礼儀正しくさ、ピシッとやるみたいな。そう。何これ<で>みたいな。なんか情報も、うん、その、教える相手と教えないれているみたいな。はいはい。感じになって。僕はもうほんと、会話の外だったんですけど、なんかバトルワーっぽくないみたいな。<laughs> ちょっと思いました。わかり、俺は就活ちょっとしてたからすごいわかるみんなでこう、みんなで国を豊かにしていきましょうっていう感じでは全くなかったし、蹴落としてこうみたいなね。結果、その、あいつすげえとこ受かったらしいよ、みたいな、あ安泰だね、みたいな、言われてたやつ、半分ぐらいもうやめてますもんはいはい。いや、そうだよね。だってあの時はさ、就活で絶対人生決まっちゃうってちょっとみんな思ってただろうし、 半分ね。ね。でもその、そんなことないじゃん。そう。10年経てばさ。そう。全然転職でも当たり前ですみたいな。何をひしこいてたんだろうみたいなね。ね。気持ちにもなるしね。でもなんか最初に持ったカードとして、新卒カードみたいなの持って、最初に与えられた武器みたいな。そうだね。鍋の蓋だったらどうしようみたいなのと一緒でもあるから。だからこの時に2020年に作り上げた映画としてのクオリティよりも、よりこう僕らがちゃんと味わえる体になってってしまった時代。 なので今見てもめちゃくちゃ面白い。そうだね通じてくるっていうところだよね。っていうね。 はい。核心に触れない話はじゃあこのぐらいにして。いやいや、だいぶ触れただろ。そうかないや、俺結構言ちゃう。わかんない。すっげえ大枠の話。初めてだからわかんないけど、これね。結構喋ってたね。まあね、でも、あの、具体的な、このシーンがどうとか、このカメラがどうとか、この演技、この殺し方がどうみたいな話が面白いですから、まあ、これ一応ネタバレなし編だもん。予習編みたいな感じでいや、重いって。この予習。この後っどうがよかったかなまあいいんじゃないまあでも今後ちょっとやり方を模索していきますけど。 はいえー、次はじゃあディテールの話を、はいえー、後半でやっていきますのでよろしくお願いします。